だって、うわ、怒られそう。エミさんが目当てなのに。ショックだ。エミさん、カムバーク。悲しいですが、世界レベル HTTP WWW. s p o n i c h CO.JP スラッシュエンターテイメントスラッシュ記事スラッシュ2レールレイラッシュレイ Q スラッシュ2レイスラッシュレイ2ド HTML 交番記事はここに載ってます。2度目の交番。 前線66355回目2000年9月21日5時35分定撃花も嵐もに続いて2度目の降板ですか。しかし、この時期に突然の降板とは、ただ事とではありません。小高さんの身体が心配です。過労なんですか、紙2000年9月21日21時45分下の書き込みごめんなさい。何か勝手に書き込みボタンが押されてしまったので。 消しといてください。過労なんですね。意外と忙しいんですね。結び構え暇なのかと思ってた、ごめん。とりあえず心配。逆に私は仕事が暇すぎる上に転職したばかりだから有給も取れないので精神的にダウンしちゃいそう、わら。無駄い。 神2000年9月21日21時40分早く元気になってくださいペロちゃん2000年9月22日21時49分めぐみさん早く元気になって、また笑顔を見せてください。名古屋嫁入り物語の交番の時も残念でしたが、健康が第一です。休養を十分とって、またドラマ、演劇や映画にチャレンジしてください。個人的には歌も期待しているんだけどな。 アパッチ2000年9月23日0時40分うひゃあ、交番になんかなっていたんですね。せっかく、ちゃんと大阪出張に絡めて休暇取ったのに。いやしかし、ほんと心配ですね。私はよく知らなかったんですが、過去にも結構交番があったんですね。何か持病とかあるんでしょうか。お見舞い行きたいくらいです。ううむ。 新居2000年9月23日0時43分うーん、あの記事だけでは何とも言えないですけど。久々に話題になったかと思えばこんなことで。とにかく今は体調第一。早い回復を祈るしかできませんね。3連続く降板。 前線66356回目2000年9月23日5時26分ペロちゃんさん名古屋嫁命入り物語というのは新名古屋のことでしょうかそれは知りませんでした。ということは、深川しぐれ以降の舞台は3連続く交番。時期的に言うと白衣の二人あたりで体調を崩して、ああ、心配で勝手な想像ばかりしてしまいます。そうなんですか ダンジー2000年9月23日18時54分そんなに交番が重なっているとは驚きです。しばらく小高さんの姿をテレビを通しても見ていないので寂しい限りです。お見舞いのメッセージでも出せればいいんだけど。画像全線6 6 3 6 6回目2000年10月16日4時51分デビュー。3張りました。 日の鳥月刊ミュージカルに日の鳥の記事が載っていますが小高さんの交番には一切触れていませんでした。それもまた悲しい。具は、世界レベル2000年10月18日18時42分運。エミさん元気かねエミチャットの開催時間を決めぬままに使用にチャット使ったりしてる管理人でございます。画像全線6 6 3 6 7回目2000年10月19日4時23分デビュー。 4貼りました。皆さん、元気を出しましょう。いやいや、世界レベル2000年10月20日3時18分おかげさまでもうすぐ1万ヒットです。カウンターいじったりしてませんので、実際これだけの回数をいでいただいたわけで、実に素晴らしいことですな。ありがとうございます。皆さんの応援、エミさんもきっと喜んでくれるはず。はじめまして。 シマヤン2000年10月21日23時54分こんな HP があったとは、深く。僕はデビュー当時からめぐっちのファンです。火の鳥の交番はかなりショックでした。関西人なので、今はね、南辺り歩いてたら会えるんじゃないかと楽しみにしてたのに。ファンクラブ、もうないけどね、会員のう858のシマヤンをよろしくお願いします。 いつまでもめぐっちを応援したいと思います。会員証と会報話は今でも宝物です。顔文字、幸せ、初めてです。清2000年10月22日1時41分、めぐみさんに早く元気になってほしいです。ウヒ、世界レベル2000年10月22日2時25分、清島屋イヤー、まだまだファンの皆さん入るものですね。 はっきり言ってあんまし更新してないけどよろしくお願いします。1万ヒットしたら記念チャット大会でも開催しましょう。なんて考えてます。画像全166368回目2000年10月22日4時37分デビュー。5張りました。このシリーズはあと1枚で終わりです。新シリーズはテレビドラマのキャプチャーかファンクラブの解放の表紙を考えています。皆さん。 どちらがお好みですか画像掲示板世界レベル2000年10月24日0時19分全たくさん貼り付けありがとう。うーむ。ファンクラブに入ってなかった私としては解放も魅力だなぁ。テレビも捨てがたいし、民参道。文章カッコ始めアンダーラインめシマヤン2000年10月24日18時6分世界レベルどっちも捨てがたいんだよね。全部やっちゃえ。わら。 まずは解放の総関号あたりから。こんばんは、清2000年10月24日23時20分私もファンクラブに入っていなかったので解放などあったらいいなぁと思います。画像全六6 6 3 6 9回目2000年10月25日4時36分デビュー。6貼りました。解放のリクエストが多いようですね。では次回からファンクラブ解放メグを貼りますね。 総刊号から順番に貼るつもりなのでお楽しみに。あの、シマヤン2000年10月25日20時8分全開放貼るのはいいんだけど、どこまで貼るの。実は僕の記事もある号の中ほどに載っててちょっと恥ずかしいな。顔文字、笑顔、テレビ世界レベル2000年10月25日21時54分再放送ですが、世にも奇妙な物語傑作戦、21月1日エミさん出演です。 皆さん見れる人は見ましょう。シマヤン無保記事が載ったの。すごいのね。画像、テレビ。全線6 6 3 7 0回目。2000年10月26日4時44分、シマヤンさん面倒なので、表紙と裏表紙だけの予定です。わら、世界レベル3私が住んでいる地方では再放送してません。残念です。 皆さんの健闘を祈ります。シャドーボクサーはこの機会に録画をした方がいいですよ。今度はいつ放送されるか分かりませんから。新・画像全1663・71回目2000年10月28日4時40分、というわけでファンクラブ解放めぐ創刊号を貼りました。嬉しいし、懐かしいです。聖火2000年10月28日20時44分、アースカ組で、 好きになり、カレンダーとか買ってました。情熱のささやきのテレフォンカードも当たりました。彼女の顔がすごく好きです。初めてこの HP に来ましたが、こまめにチェックして応援していきます。よろしくお願いします。無題、清2000年10月28日20時56分貴重な情報をありがとうございました。皆さんでエミさんを応援していきたいですね。 無題、KT2000 年11月3日2時12分俺、今でもエミさんの週末のシンデレラたちと YMO の曲は毎日聴いてるんだよ。すごいでしょ ?Y はちょっと古いかな。はじめまして、ゆうき2000年11月3日15時31分こんにちは。はじめまして、ゆうきです昔、小高さんの新英隊に入ってました。わら、この HP を見つけて、とても嬉しかったです何か。 懐かしい。って感じです小高さん。今どうしてるかな。勇気でした。じゃ。また。私の日課です。清二千年十一月三日二十三時四分毎日、こちらのホームページを拝見するのが楽しみなのですが、小高さんの最近のお姿が見れないのは、ちと寂しいです。がしか、し、いつしか拝見できる日を楽しみにしている今日この頃。 どうもどうも世界レベル2000年11月3日23時26分勇気を。またまた新衛隊の方ですね。過去ログを未だに整理していないんであれですが、確か3人目かな。今はエミさん病気療養中らしいよ。KT チャットの方でも書き込んでくれてますね。まあ、チャットにならないのがあれですが。 1>, 1万ヒット記念チャット大会を開催予定なのでよろしくです。週末のシンデレレは名曲だね。きよいえいえ私もこのページで新しい情報が書き込まれてないかチェックするのが楽しみでして、そういえば最近なかなかいいページを見つけました。 h t t p w w w f r e e w e b n e j p p h o t o s l a s h p a s h s h a k s l a s h c a n s c a n h t m l まだリンクをお願いしてないんですが、明日か組関連です。画像とテント全線6 6 3 7 3回目2000年11月4日7時14分開放 MEGNo.3 表裏張りました。テントでセッション再放送スケジュールに今頃になって7月分の再放送が、 要チェックですね。世界レベル 3A ユウ2000年11月6日16時10分こんにちは有ウです小高さんが病気療養中ってどういうことですか教えて有ウでしたそれではまたえっと世界レベル2000年11月6日19時21分スポニチの紙面にそのようなことが書かれてました最新情報からリンクしてあるので見てくださいまし 皆さん AKAT2000 年11月7日一時病気療養中ってすごく気になりますよね。どういう状態なんでしょう。俺昔からアイドルとか全然興味なかったのにそんな中で唯一好きになったのがエミさんだったんですよ。今もね。とにかく早く元気になってほしいですよ。それでは。カウンター1万突破。 前線6 6 3 7 4回目2000年11月7日4時30分カウンター1万3踏みました。世界レベル3。ついにアクセス1万回突破です。おめでとうございます。KT さん、うきさん病気療養中と言っても、ただの過労のようです。大丈夫。画像解放メグナンバー4を表裏貼りました。